もう桜が綺麗。こんにちは。皆さんもご承知かとは思いますが、私前回の武甲山参考で橋でこけてしまい足を負傷してしまいました。その時は勢いでそのまま山歩きを続けたんですが、やはり足に違和感を感じて、あれから1週間が経ってやつが回復してきたので、今日はリハビリ参考ということで軽めの山登りをしていきたいと思います。現在向かうは定番の日和田山駐車場を目指しています。ということで日和田山の駐車場に到着しました。今日は時間的にちょっと余裕があるので、フリードプラスを車中泊仕様にする流れをちょっと取っていきたいと思います。今の時点では何もしてない状況です。フルフラットにしていきたいと思います。まずこの後ろの席を倒していく形ですね。このこちらを持ち上げてこんな感じにしますね。そしてこのシートを前に、そしてこの板をこちらにこう倒します。逆も同じようにやります。これで平らで広い空間ができましたと言いたいところですが、こちら奥の部分に段差があって、そして前方部分ここにも段差が約2センチ1センチぐらいですか。なのでこれを埋めるのがリードプラスの定番、お風呂用のこのマットですね。これを4つ敷き詰めていきます。前と後ろ2枚ずつですね。これがフリードプラスに作られたかのようにまさかのシンデレラフィットなんですね。これは後ろ部分、前もやります。前もこんな感じでぴったりはまって、これで約170センチぐらいフラットな空間ができました。ここにちょっとシートを引いてみます。こんな感じで大人1人は超余裕、大人2人でもなんとか行けるフリードプラス、車中泊にはかなり向いている車だと思います。あとはウィンドウにこういうものを貼っていけば作業は終了です。今日はここではそこまでしません。それではフルフラット仕様にするのにどれぐらいの時間がかかるか、もう一度初めから時間を計ってやってみたいと思います。それでは作業を開始します。こんな感じで非常に早く広くそして快適な空間がここに出来上がりました。それでは参考していきたいと思います。足の怪我の方ですが治ってきたとはいえまだ痛々しい感じではあります。それではまずは日和田さんに向けてスタートしていきたいと思います。なんか幼稚園の遠足なのかな、ちっちゃい子がいっぱいいますね。もうだいぶ桜も咲いてきて、こんな感じで地面に散っている桜のシーズンで、湯ヶ手あたりも桜が綺麗に、まだ早いかな、咲いてるかもしれないんで、足の調子が良さそうなら湯ヶ手ぐらいまで行って、それで定番の橋本山から武蔵横手駅に降りて電車で帰ってこようかと思ってます。足の調子が悪ければ日和田さんで引き返してきます。先日
ライブ配信を初めてやったんですが、グダグダで、しかも酔っ払って皆さんにお見苦しい点を見せてしまいました。この場を借りてお詫びさせていただきたいと思います。でもとても楽しかったので、これに懲りずまたライブ配信やっていきたいと思うので、お時間が取れた際にはぜひ遊びに来てください。正面に二の鳥居が見えてきました。二の鳥居で、ちょうど巾着田の周りがこう桜で縁取られて綺麗です。街に桜が咲いてるのが、結構いろんなところに桜が咲いてるのが分かりますね。日和田さん到着しました。それでは高崎山方面歩いていきます。今日は高崎山山頂はスルーして物見山の方行きたいと思います。足にやっぱり違和感ありますが、日和田山よりちょっと先は進めそうなので、もうちょっと行ってみたいと思います。表面的な痛さが徐々に緩和されてくるのと同時に、こう中の方の痛さが際立つような感じになってますね。医者に行った方がいいのかな。駒高の休憩所はちょうど桜の木が1本あるんですね。わあ、いい感じ。物見山到着です。もうちょっと先に進んでいきます。こっちに行くと北向き地蔵ですね。湯形へ行くには近いのはこっちなんで、今日はこちらの道行きたいと思います。はい、あ、住んでないです。はい、住んでない。はい、わかりました。はい、いえいえ。カメラは結構危険なんですが、本日は午後から天候が悪くなる予報なので、早めに下山したいと思っております。おお、立派だね。土山峠に着きました。湯ヶ手方面進んでいきます。30分かかります。お、あたごくん久しぶりです。竹林のとこに来たんで、湯ヶ手はもう目の前だと思います。湯ヶ手見えてきました。しだれ桜が咲いてるのが見えますね。まだちょっと早いかもしれませんが、これでも十分綺麗です。湯ヶ手290m 到着しました。やっぱり湯ヶ手、桃源郷と言われるだけあって美しい。この景色を見ながらビールと行きたいところですが、ラーメンで我慢します。お世話になりました。出発します。いやー、それにしてもずっと入れんな。いやー、綺麗。やっぱ湯があってはいいな。本当にすごい。それでは橋本山に寄って武蔵横手に降りたいと思います。その後は電車で帰ります。たくさんの杉の中を歩いてきましたが、花粉の方もだいぶ杉からヒノキへと
移行したようで、僕は杉の花粉症なんだと思うので症状がだいぶ落ち着いてきましたね。ということで橋本山到着しました。天気がまだ晴れてるうちに来れたので景色がいいや。はあ、気持ちいい。それでは東阿賀野駅に下りたいと思います。東阿賀野駅見えてきました。もう少しでゴールですね。阿賀那神社まで無事下ってこれました。ありがとうございました。今日は安全に参考ができました。ありがとうございます。いやー、どこもかしこも桜が綺麗。ここを下って駅へ向かいたいと思います。目の前が東阿賀野駅ゴールですが、駅周辺が桜が見事に咲いてますね。これなら電車を待つのも全然苦にならない。東阿賀野駅です。駐車場に戻る道ですが、日和田山山頂と目日和田山が綺麗に見えてますね。麓に行くにつれて桜がかなり目立ちます。無事駐車場まで戻ってきました。車中泊仕様のままだったけど、まあ、いいや。お世話になりました。それでは気をつけて自宅の方まで帰っていきたいと思います。次回はあの方とあの山へ再び行きたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。